ルイス・ミジャース・パスは、スペイン・テルエル出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。スペイン代表であった。現役時代のポジションは、守備的ミッドフィールダー。FC バルセロナの下部組織出身である。1984から85シーズン、トップチームの大多数が、ストライキに参加したために、選手数が足らなくなったレアル・サラゴサ戦で、 トップチームデビューを果たすと、その試合で初得点も決めた。その後も FC、バルセロナ B などでのプレーが続いたが、1988年に正式にトップチームに登録され、1988から89シーズンには UEFA カップビーナーズカップで優勝した。1989から90シーズンのコパデルレイでは、 エスタディオでメスタージャで行われた決勝で、レアルマドリードを下して優勝した。1989年後半には1990、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のハンガリー戦で、スペイン代表デビューし、1989年中に、さらに2試合に出場した。1990年には、ヨハンクライフ監督やクラブ首脳ンとの契約延長交渉がうまくいかず、 最終的には契約満了によるフリートランスファーでライバルのレアルマドリードに移籍した。1990から91シーズンには深刻な怪我を負ったが、復帰後はチームの中心選手となり、1994年夏にフェルナンドレドンドが加入してからもかなりの試合に起用された。1992から93シーズンにコパデルレイで優勝し、 1994から1995シーズンと1996から1997シーズンにはリーガ・エスパニョーラで優勝しているほか、1990年と1993年にはスーペル・コッパ・でエスパーニャのタイトルを獲得している。1997年にはバレンシア CF に移籍して4シーズンでリーグ戦79試合に出場し、2001年6月に 現役引退した。プロ選手生活で400試合以上に出場している。2007年夏、現役時代に FC バルセロナとレアルマドリードでチームメイトだったミカエル・ラウドルップ監督に壊れ、ヘタフェ c F のアシスタントコーチに就任した。コパデルレー準優勝、UEFA カップベスト8などクラブ史に残る躍進を手助けしたが、2008年5月の ラウドルップ監督の辞任と共にチームを離れた。同年夏、ビセンテデルボスケがスペイン A 代表監督に就任したことで、ミー・ジャワユー -19 スペイン代表監督に就任した。同年7月にチェコで開催された UEFA ユス -19 欧州選手権2008の指揮を取ったが、1勝2敗のグループ3位でグループリーグ敗退に終わった。 2010年にはフランスで開催された UEFAU-19 欧州選手権2010のスペイン代表を率い、決勝に進出したが開催国の U-19 フランス代表に敗れて準優勝に終わった同年末フアンラモンド・ペスカロ監督の後を引き継いで U-21 スペイン代表監督に就任したプレーオフを控えて神経を使う時期であったが U-21 クロアチア代表とのプレーオフに勝利して UEFAU-21 欧州選手権2011予選を勝ち抜き本大会出場権を獲得した。2011年6月にデンマークで開催された本大会では5試合で2点しか期せず U-21 スペイン代表を3度目の優勝に導いた。息子のルイス・ミジャマンサナレスもサッカー選手。 ありがとうございます。